What's going on, amigos? This is Alan Sensei. Today, we are visiting my wife's family in a very remote part of Japan. Her great-grandfather recently passed away, and the whole family is gathering to pray for him in a Buddhist ceremony called the 49th Day Memorial, or Shichukuchi. Foreigners are rarely seen here in this part of Japan, and her mother's side of the family is actually quite big, so it's actually quite exciting. How will they react to a Mexican guy participating in their event? And will my communication skills be able to keep up with the challenges that I'll face here? Let's check it out. 頑張りましょう。ご無沙汰します。お久しぶり。お初か。How do you do? アダム君、お願いします。はい、どうも。あなたのために遠路はるばるということ。遠路はるばる、はい、そうなんですか。使ってあかんで。あ、ここ。すみません。無理なもので。また改めて。改めてよく来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりよ、ほんま。楽しみとったこちらこそ。アダンさん、はじめまして。はじめまして。アダンです。ユイチロです。ユイチロさん。ユイチロさん。ユイチロさん。この息子。ちょうど。お前ですか。はじめましてですよね。あ、そうですね。結婚式は来てらっしゃいですよね。よろしくお願いします。今も撮った。今撮ってます。どうぞどうぞ。ハウドウドウ。ハロー。ハハハハ。ユウ初めてか。どちら様でした。見たこと。車の後ろにいたはず。ずっと聞けなかった。多分消防署のね、香りのね、旦那です。この子がうちの娘のトイレだ。いや、日本人やろ。日本人か。メキシコ人です。メキシコでアメリカって言ったの。メキシコか。はい。やめて。日本語ベラベラやるか。ね。最後はまだ勉強中でございます。すごいよ。3日の覚えた。マジで聞いた。学生の時に卒業だから。あ、そうなん。日本に留学してた。あの、1年留学させていただいたんですよ。すごい言葉が似合う。いい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 い
案内させてください。いらしたことはあるんですか、アメリカ。いや、行ったことない、アメリカ。アメリカやばいから行ったもんね。飛行機まるまる借りてみんなで行きます。行ってくれた。はい。飛行機で25時間ぐらいの移動。Once the ceremony started, we spent about an hour praying together, reading from a small, special book. Out of respect, I didn't take any footage during this event. The funny part is that for the most part of the ceremony, I didn't understand what I was reading since it's not even Japanese.So I just did my best to follow what people were doing around me and chant as best as I could. After our prayers, we gathered for a nice meal. これはもっとカジュアルな感じですか、それともさっきのみたいな大ごそかな感じで行うんですか。あ、なんかするんですか。あ、するんですか。あ、なんで全部飲みちゃうんですよ。どれくらいかかったんですかね。1時間くらい。あ、初めてやりましたよ。なんかあれを読みながらみんなと一緒に、ああいうのナムアムダブツしか唱えたことがないんで。今のは上等式なんですか。上等式。あ、違う。お父様側のとまた違う。上等式。元は一緒なの。あ、元は一緒。あ、それは分かれてきた。日露さん、なんかすごいやってましたね。なんかナムアミダブツ。どう過ごしたらいいか。そういうこと。とりあえずあれよ。マインドフルネス。あ、マインドフルネス。おお。え、本日はですね、親父の四十九日法要の皆さん参列賜りましてありがとうございます。アメリカからアダン、ね、代わりたの旦那さんがアメリカから駆けつけていただきました。本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそお招きいただきましてありがとうございます。今日はですね、四十九日法要ということで、9月の2日に親父が亡くなりまして、それから49日経った48日目を四十九日法要に、7日ごとに会い合いましてね、その都度来ていただきまして、お経をあげていただきました。おじいさんが亡くなって、あの世に行って天国に行くか地獄に行くか、閻魔さんの前で判断を受ける日なんです。で、生まれ変わって人間にまた生まれ変わったり、で天上になったり、で一番最悪なのは地獄の地帯、でガキ道で畜生に生まれた、そういう6つの道があるんですけど、その時に作業の判断を仰ぐのが今日らしいんです。その時にここで挙げてるお経さんがこう届くらしいと。だからその対応ごとにこう皆さん親族が集まって、おじいちゃんええとこ行かさせてくださいという思いを込めてお経をあげるという。で、今日はですね、まだ私おじいちゃんのことを思って皆さん歓談をしていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。献杯しましょうか。こういう時は献杯という。献杯。それでは皆様のご多幸と、おじいちゃんがあの世から天国道人間道にまた戻ってこれますように、皆様のますますの繁栄を記念いたしまして乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。ジョリン、お元気で。一緒やね、もう一日来たらな、言うわけにか。ちょっと待ってね。お会いできて、いや、ほんま、お会いできてよかった。ありがとうございます。お元気で。はい、もちろん。いろいろと。そしたらまた、はい、お元気で、レイコ様。パンでね、あれするからな。LINE もつながったから。本当ですか。あ、やった、やった。また邪魔させてください。どうもありがとう。どうもありがとうございました。何もあとあとな。いや、もちろん。ありがとうございます。お願いします。また、次お会いできる時まで。はい、ありがとうございます。いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。はい、こちらこそ。食べるように頑張るわ。皆さんありがとう。お元気で。Yeah, I'm heartbreaker. 모든남친을뺏겨우사나게차갑게속없는사과제 Every day I say 사랑하는 너와 필요없는 you. Get on my level, 뜨거운 level 차갑게반겨줄게